こんにちは、速稼塾の久保です。皆さんはね、1億円を寄付したら嫌われたみたいな経験をしたことありますかね？なんかね、ほとんどの方ないと思うんですよ。まあ、そもそも1億円を寄付することできないですよね。いや、1億円どころかね、じゃあ1万円寄付してよって言って1万円を寄付したことが人生に何回あったかなってことなんですよ。その1万円ですらなかなか寄付できない方が多い中で、1億円を寄付するってすごいことだなぁと思うんですよ。だってあげちゃうわけですよ、人生を左右するようなそのお金を。でもなぜかね、この1万円を寄付して嫌われるっていう現象が起きてるのがこの世の中なんですよ。つまり人は人を判断する時の価値基準がみんな違うんですよね。寄付するやつが嫌いとか、顔が気に食わないとか、自分と考えが違うとか、性別が違う、国籍が違う、いやいや逆にですね、同じもので被ってるから気に入らないとか、鼻につくから嫌だとかね、様々な基準で人は人を嫌いになります。そして自分の嫌いな人が自分の仲良しと仲良くやってたら、自分の仲良しも嫌いになっちゃうということでね、人を嫌うエネルギーってとかく何も気づかないと思うんですよね。で、1億円を寄付して嫌われた人っていうのがあのヒカキンさんなんですよね。私ヒカキンさんの動画は見たことないんですけどもまあ私も見たことないんですよね。YouTube これだけやってて、 YouTube の超有名人の動画を見たことがないと。はじめ社長、そして、ヒカキンさん動画見たことないんですよ。でも人の話によると、何かの時に1億円寄付した、その動画を撮ったらむちゃくちゃ叩かれたみたいなね。なんでやねんと思いますよね。なんで低評価がつくんだみたいなね。だから人類に貢献する人とか、誰かのために何かいいことをしようとする人すら嫌われるんで、私たちは本当にね、嫌われずにやっていくことは不可能なんだろうなと思いますよね。で、逆に誰にも嫌われてない人としか付き合いませんっていう人がいるんだとしたら、ちょっとね、顔を見てみたいなと思うんですよ。で、私もそうですけども、私も誰かにとってもう憎ったらしい人と私は仲良くしてるかもしれませんし、私がもしかしたらね、誰かに嫌われてる人かもしれません。で、嫌われてる私が誰かと仲良くしたら、それこそ腹が立つかもしれませんよね。こういうふうに嫌いのエネルギーってものすごく連鎖するんだと思うんですよ。まあ、ですので嫌いという感情が生まれてくるのはしょうがないんですけども、まあ、その感情をですね、表現するのか、お前も一緒に嫌いになれよっていうふうに強要するのか、これはまた自分の選択でできると思いますので、私はできるだけね、自分がこの人気に入らないからみんなも嫌おうぜっていうふうないじめっ子みたいな思考はちょっとね、持たないようにしようかと思うんですよ。逆にですね、世界中がお前の敵に回っても俺だけは味方についてやるからなっていうような、言えるような、なんかね、義理堅さっていうのかな、温かさっていうのを持っていたいなと思いますけども、皆さんはいかがでしょうか。1億円寄付して嫌われる人ね、なんとも理不尽な話じゃないですか。今度は逆にね、1億円受け取ったら嫌われる人もいるかもしれませんね。いやー、どうなってるんでしょうね。今回は以上です。